牧野家地緑地は愛知県名古屋市名東区にある愛知県営の都市公園である。1940年名古屋市を取り巻く防空緑地として都市計画決定され、1957年に広域公園として供用開始。公園の名称は園内北部にあるため池の牧野地にちなむ。公園は1.2キロ四方に広がっているが、その中央部は 公園面積の約半分を愛知カンツリークラブのゴルフコースが占めている。公園自体は通年開放されているものの有料施設と無料だが予約が優先される施設がある。また、駐車場は夜間施錠され、一部の施設については夜間と月曜日は利用できない。なお、予約は県内の複数の施設と同様にネット愛知で一元的に取り扱っている。 牧野池は、江戸時代の商法を3年に考えように作られたため池で、市内で最も大きく、面積は16ヘクタール1月時点では、約23ヘクタールの広さがあった。かつて周辺は、尾張徳川家のお借り場で、現在では、渡り鳥の平市地としても知られている。過去には、牧地、巻大池、僕の大池、僕の池など表記が一定しなかったが、大正時代に、 牧の地と表記が統一された。しかし、1940年に都市計画決定された際に、周辺一帯が牧の家地緑地と呼気され、県により公園化された際にも、その故障が引き継がれたことで、牧の家地や僕の池など様々な表記がなされてきた。地元学区や名東区では、元の名に戻すべきとして、県や市などに働きかけを行い、 2009年7月、池の名称について、国土地理院に修正を依頼、正式に、牧の地となった。地元では、公園名称についても、牧の地緑地と変更する要望が出ている。ありがとうございます。